ということで、現在ツインズがね、1位を独走状態にあるんですけど、もうすでにね、ポストシーズン、まあ、ディビジョンシリーズの進出は決定していて、あと残り5、6試合ぐらい残して、もうレギュラーシーズンは終了になるので、まあ、今回はね、最後までやって、で、レギュラーシーズンの成績を簡単に見つつ、もし時間があれば、早速ポストシーズンもね、やっていこうかなーなんて思ってます。ということで、まあ、こんな感じですね。で、一応、チョイさんの成績が載ってますね。防御率 1.47 で、イニング数がね、100超えましたね。104イニング、今合計で投げてて、で、まあ、三振119個、でウィップが 0.96 っていう感じで、こう104イニングも登板するってなかなか、なかなかないよね。相当ツインズはこのチョイさんを酷使したってことになるんだけど、はい。まあ、ちょっとやっていきましょう。6回で、勝ってる状況だね。うん、3対2で勝ってて、ノーアウトの場面か。よし、じゃあ、ちょっとやっていこう。いや、80試合に登板だからね、104イニング。で、勝敗がさ、11勝2敗っていうね、これは、まあ、できるだけちょっと変化球のね、能力を引き続き伸ばしていきたいので、まあ、変化球を中心にしつつ、まあ、こうやってストレートを混ぜてくる。お、マジか。今の入ってないか。あ、ちょっと甘くなったな。これはまずストライク欲しいね。うん、オッケーオッケー。よし、引っ掛けてくれた。オーケー、とりあえずワンアウト。なかなかまだね、やっぱり、スクリューが特にね、コントロールがまだ良くないので、OK。ベストピッチ出して、ようやく、うん、狙ったとこに投げれるかなって感じだね。なので、なかなかね、カウントがビハインドになってると、ちょっと投げづらいは投げづらいね。まあ、とりあえず初球とかで投げるのにはいいのかな。うんうん。こんな感じでね。よし。いいとこに行ったな、カーブ。カーブをアウトコース。うん、低め。もうアウトコースのほんとボール球だね。当ててきたか。あの範囲で当てられるってなると、結構三振取りにくそうかもな。どうだ。よし。よし。狙い通りに三振取れたね。オッケーオッケー。負けるんかい。負けるんかい、ツインズ。どうだろう、この場面は。おい、おいおいおい。先発が。早くも崩れたな。まあ、ミドルリリーフなんで、こういう時に登板っていうのも、チョイさんのね、役目なので、だから余計にね、イニング数が多くなるっていう、感じなんでね。危ない。危なかった。今、なんとかギリタッチしたね。たまに怪しかったりするからね。うん。ちっちゃいおじいちゃんが突っ込んでくなあ。ちゃんと、うん、ちゃんと触ってますね。どこ、触ってはいないね。触ってはいなかった。触った風になってるけど。どこに触りに行ってんだよ、チョイさん。チョイさん。あ、足に触ってるか。おお、こっちか。こっちにめり込んでる。いや、触りに行ったところ、だいぶあれだ。ああ、これ抜けんのか。チョイさん取れたか、今。もしかして。ああ、これは高いね。手出してこないな。バルカンチェンジ。よし。いいね。バルカンチェンジ、いいな。
やっぱカーブかな。よし、これは、うん、オッケーオッケー。ゲッツいけるね。よっしゃー、ナイス。さあ、引き続き、イニングまたぎになるね。まあ、どうだろうね。2イニングか3イニングぐらいは投げるのかな。ちょっと自信度がなくなっちゃったな。うわー、抜けんのか。くそーくそー。チョイさん、チョイさんどこ行くの。よし、いいね。これは今、うん、スクリューはいいところに行ってくれたね。よし、狙い通りのファール取っといてからの低めに、もうちょい低くでよかったか。うわ、これはゲッツー際どいね。だよな、仕方ないな。一旦ここは、うん、まあ三振狙っていきたいね。よしよしよし、これはファールになると。カーブもアウトコースでいいね。うん、一回見せといて、で、高めのストレート。よし、ちょっと危なかった。でも意外とあれか、悪くはなかったか。高さ的にいい感じのところに行ってくれたかもね。よし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 、スクリューで初球ストライク取れるのでかいな。よし、いいね。バルカンチェンジマジ使えるんだよな。そんなに使えると思ってたわけじゃなかったけど、思いのほか使えるっていうね、感じなんですよね。で、低めの、うん、これはいい、大丈夫でしょう。 OK。 いやー、ちょっとピンチだったけど、しっかりと踏ん張れたね、チョイさん。お、3イニング目、だんだんなんか追いついてきてるな、ツインズが。困った時のアウトコース高め。あー、外れた。やっちまった。え、やーべ、やられた。うーわ、マジか。うわー、やられた。完璧に持っていかれたな、これ。うーん、ここで交代か。いやー、なんか久々にチョイスを打たれたかな。いやー、なかなか登板機会多いね、チョイさん。お、ここは勝ち場面。よしよし、今のはちょっとラッキーだったな。いい、マジか、結構飛ぶな。あ、やっべ、これも打たれちゃった。外野までボール見に行っちゃうっていう。うわー、これはやってしまったな。お、これもしかしてボスチャレンジか。あー、普通のチャレンジか。これがストライクゾーンの中で勝負してアウト取れたね。で、下が連続2回連続でボールを投げ、ボール、ストライクが外れてボールにを投げずにアウト取れ。一応こっちにしとくか。あんまりコントロールは良くないからな。うー、だいぶ外れたな。次はストライク入れないとな。よしよしよし、まあ、まだ連続ボールじゃなければいいからね。よし、これでストライクカウントを稼げたので、ボール球に。あ、やっべ、あー、危ねえ、よく止めた。ただこれでボールになっちゃったので、次はストライク。よし、 OK。 しゃー、チャレンジ成功。よし、これは大丈夫だね。うん、いやー、悔やまれんなー、1点取られたのは。おー、よかった。結果的にチョイさんに勝ちがついたね、これ。チョイさん12勝目でしょ、なかなかの勝ち数。
上げちゃってるよね、中継ぎなのに。最後のシリーズだね、ヤンキースとの3連戦。多分初戦で登板になってるかな。一応1点差で勝ってるので、ここはね、さっきみたいに同点にされないようにちょっと頑張っていきたいね。あ、オッケーオッケーオッケー、よし、これでゲッツーになるね。よし、でアウトコース低めにバルカンチ、あ、甘くなったな、取れる、おー、ナイス、おー、今のサノーだよな、おー、ナイス、よく取ったな、今。しかも、通常ショートがいるポジションだけどね、シフト敷いてたからな。いやー、よく取ってくれた、佐野。あ、もうここで交代だね。うん。よっしゃー、勝ったねー。お、さっきとなんか、点差は同じく、1点差で、ただランナーがいるのか。ツーアウトで、1、2塁かランナー。ちょ、まずまずまず、それはまずい、あー、やってしまった、進塁許したか。まあでも、まあツーアウトだからな、もうここは攻めていこう。やっべ、あっぶねー、あっぶねー、今のめちゃめちゃ甘く入ったぞ。よし、でバルカンチェンジ低めにね、ボール球、おっしゃおっしゃおっしゃ、よっしゃー、まあラッキーだったな、今の振ってくれて。お、イニングまたぎするね。チャレンジすごいな、なんか長いな。5球以下で、それぞれのバッター5球以内で抑えろって言ってんのか。これ4球以内、3球以内まあ3球はむずいので、まあいけそうな感じのやついこう。4球以内でいこう。よし。4球だと1球ね、一応、ボール球とか挟めるから。よし。これは、取ってね、ちゃんと。OK。バルカンチェンジかな。よし。しゃあ。いいね。いいぞ、いいぞ。ちょっと。おいおいおい。それは違くないか。え、これ、これチャレンジどうなんのかな。え、変えるとこだった、今。いや、ふざけろよ。ふざけろよ。いや、今のはもう全くもって、どうしようもないじゃん。どうしたらチャレンジ成功になったのよ。いや、あれはちょっとひどいな。まあ結果的にマイケンに勝ちついたからね。まあ良かったけど。うん。